報告書や提案書を書く前の必須準備と、トヨタが生んだ A3 報告書をご紹介します。こんにちは。リン・シグマ・ブラックバルトのマイク・ネガミです。僕らビジネスマンたちは報告書や提案書を書く機会が多いですよね。企画書もそうです。それらを書く前の共通した絶対必要な準備があります。 それは書いたものを誰が読むのかとその人たちにどんな行動を期待するかを明確にしてそれれを念頭に入れて書くことです例えば同じ内容の企画書を書くにも自分の上司部下または出資者の誰に見せるかによって書き方や表現の仕方を変えなければいけません。 彼らの状況やあなたの提案に対する興味の点が必ず違います。また、あなたの彼らに期待する行動も違うからです。だから、書いたものが誰が読むのかと、その人にどんな行動を期待するのかを肝に入れるのは必須なのです。言われてみれば当たり前なんですが、実践してみてください。新しい発見が必ずあります。 話は変わって、僕はビジネス界のソーシャルネットワーク、リンクトゥーンをよくするのですが、最近 A3 報告書がよく話題に出てきます。英語圏では、この A3 報告書を次のような用途に使います。名前の通りに途中計画を伝える報告書として、上司から承認を得るための提案書として、 また自分自身に対して直面している問題を整理して解決策を考え出す問題解決の手段として使われています。報告書と聞くと何ページもあり書くのも読むのも大変なのを思い浮かべませんかトヨタでは昔から A 3一1枚で報告書を書くのを新入社員から幹部役員まで義務付けています。それがこの名前の由来です。 またこれによって優秀な人材を数多く輩出してきました英才一枚ですから紙面に限度がありますよねそれが良いのです余計なことを書けないし重要なことだけしか書けませんそれをやるには自分の内容をより深く考え理解しないとダメですねまた少ない文字数ですので話の展開をうまくやらないと相手に内容が伝わりませんですので表現力を身につけないといけません それがトヨタのの狙いなのです。これを全社員に義務づけることによってそれらの能力を培わせているのですまた読み手側の利点も多く時間をかけずに案件を理解できますトヨタでは毎月の新車振興会議では毎回50枚の A 3報告書が提案されて参加者はものすごい速さで各案件を理解し重要事項に絞って確認議論決定がされるといいます さすがトヨタですね会議のやり方にも無駄がなく効率的でさらに社員を育てることも同時に行っているのですからさらに海外進出をして惜しみなくこういった手法を僕らに共有しているのです A 3報告書に限って言えば米国の方が日本より多企業に普及しているでしょう今回もこの A 3報告書のテンプレートを作りました次回その詳細をご紹介します 最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくお願いしますまた関連ビデオをクリックしご覧になってみてくださいそれでは